Welcome to Her Confidence Her Way podcast. This is a podcast for women who know that there is something burning inside of their heart and are ready for more. Hey, girlfriends, I am Emiko Rasmussen, your host and a founder of Her Way Collective. Together, we are breaking through our blocks that stop us from taking the next action. We don't just make everything all beautiful here, we are keeping it all real. There's no magic, no easy shortcut, and of course, no overnight success. But that is okay. We don't have to do this all alone. Are you ready to become limitless? Let's go. Knock knock. Are you excited to hear something exciting?5日間であなたのパッションを形にして、どうせ私なんかじゃ無理っていうその壁を壊してビジネスの始めから成長するまでのステップを学べる無料のビジネスマスタークラスが始まります。今の働き方、何かモヤモヤしていたり物足りなさを感じていたり、心の中では本当は何かできるんじゃないのかなと思っていたり、もうすでに情熱が心の中にあったりしていませんか？5日間の無料ビジネスマスタークラスは6月21日から始まります。Day 1ではビジネスを始めるためにやるべきこと。Day 2、ビジネスのアイデアの考え方。Day 3、ビジネスのアイデアの絞り方。Day 4、ソーシャルメディア、SNS の集客方法。Day 5、ビジネスに対しての心、マインド、行動の制限を乗り越える方法、そして2日間にわたってボーナスで受講生のグループインタビュー、そしてビジネスの起業家には欠かせない5つのビジネスマインドセットをお送りします。It is all free, by the way. 無料です。登録は www.herconfidenceherway.com またはインスタグラムのバイオリンクから登録できます。必ずこのマスタークラスに登録することです。なぜかというと、ワークシートが届きます。Okay? So make sure you're checking the email as well. And everything's gonna be all happening in Her Way Collective Sisterhood Community. すべては私の無料のコミュニティからライブ配信でお届けします。もしもライブが見れない方、No worries! 録画のアクセスもあります。Alright, I can't wait to see you there! Hey girlfriends, how are you doing? And thank you so much for listening to Her Confidence Her Way podcast. I'm so thankful that you're listening to this episode. 本当に今日もこのエピソードを聞いてくれてどうもありがとうございます。How's everything? For me, it's the summer has started. 本当にもう子供がね、so the summer break is on. We're on the summer break. だから、なんかなんだろうな、嬉しい反面、なんか、なんだろうこの気持ち。Maybe because my oldest has just graduated. で、アメリカの私の娘の学校はですね、5年生、5th grade で、小学校が終わりなんですね。で、6th grade に行くんですけれども、ちょっと一つね、私実は後悔してることがあって、ここでシェアするか。しよう。うん。で、それは何かっていうと、私ずっとボランティアしてきたんですよ。I think it's because my mom has been always, she's always the person who's volunteering at school or for the community. So I saw her doing it. She never told me to do exactly the same, but I watched her as I was growing up. And I think it's just in me that I want to dedicate my time to the community and for school.So I do lots of volunteer work too. で、別にそれを自慢するとかじゃなくて、今日のポイントは。My point is, ずっとね、娘の、クラスとかでね、ボランティアをしていて、なんていうの、こう保護者代表みたいなところをね、ずっとやっていて、で、フィールドトリップとかもずっと付き添いで行ってたんですね。で、3年生の時に、3rd grader の時に、レゴランドに行くんだったんですね。で、私はもう本当にもうずっとそれを楽しみにしていて、で、絶対ね、3rd grade の時でも絶対私レゴランド子供と行くんだとかってすごい思ってたんですよ。で、でもね、その日がちょうど私がその時当時働いてた会社でもね、すごく楽しみにしていたスピーカーさんが来る日で、
ちょうど重なっちゃったんですよね。でもすっごい私心の中で葛藤、なんかどうしようとかと思って、でもね、こんなスピーカーさんがこう目の前に来てこう話してくれるのもめったにオポチュニティないし、でも子供ともだからでもずっとなんか夢じゃないけどずっと本当に行きたいっていうふうに思ってて、どうしようってすっごい葛藤っていうか本当に迷った結果、 I chose me、 自分を選んだんですね。うん、だから子供とはレゴランドには行かなくて、もうなんか、うん、娘もだんだん大きくなってくるからママいなくてもいいよねみたいなカンバセーションみたいなしてて、当時はなんか彼女はなんか、うん、別にいいよみたいな感じで言ってて、別になんかどっちでもいいよみたいな感じで言ったから、あ、そうなん、そういうもんなのと思って、で私はじゃあ行かないっていうことを決めたんですよね。で、まあ、もちろんその当時は全然後悔してなかったんですよ。で、なんでかっていうと、まあ、また、ね、4年生になったらまたフィールドトリップあるし、ね、5年生になっても何かしらあると思うから、その時にまた付き添いやればいいなとかって思ってて、 Guess what happened? コロナで、そこでコロナがあったから、もう4年生も本当4年生の時にフィールドトリップあったけど、もちろんそれだってもういけない状態になっちゃって、で5年生でもなかった、もう何もないわけですよね。でもう卒業になっちゃって、だからあの時、もちろんあの時は後悔してなかったんだけども、でもなんか今になって思うと、なんか、あ、なんであのスピーカー1時間この1時間のためにこの人選んじゃったんだろうって、なんか実は今になって後悔、私なるべく後悔しないで生きるようにしているので、まあもちろん本当にその時のモーメントでは全然後悔なかったんだけども、今になってコロナがあって、結局あれが最後だったんじゃんみたいな、行けなかった、でしかも娘も本当ママに来てほしかったのとか言って、今更なって言われて、なんで今更言うねとか思って、めっちゃ心に痛いんですよね。うん、まあまあ、そういう思い出、ちょっとなんか切ない思い出もある、うん、ある私です。ちょっとなんかそこがね、すごい実はこう、もじもじって言わないか。なんていうの、この feeling。I don't know how to even express. It's like tagging. こうなんかね、心をこう引っ張られるような、なんかそんな思いがあるんです。ね、だから本当に後悔しないで生きるって、すごい難しいですよね。It's a very difficult concept. You want to live in the fullest potential and you want to be living...you know, fully, but at the same time, like, we don't know. So it's so difficult. So I get it. I really understand for the decision. But you know what? To be honest, when I was in that the little speaking event, I have learned a lot and I had fun. So I think it was all good. 本当にそうやって見るしかないですよね。 Past is past だからね。We're only moving forward for the future. だからもうこれは自分でこれからね、見たい、行きたいことをこう作っていかなきゃいけないから、でも本当に自分の中でのこのなんかもうマインドセットで、この頭の中のこの自分の中のカンバセーションも本当にここでね、ポッドキャストでちょっとシェアさせてもらったんですけど、本当になんか私もこういうふうにいつも考えるんです。なんか後悔しちゃったなっていう時があると、Oh, I can't go back, so how can I do? What can I do? で、うん。その先のことを考えるっていうところなんですね。はい。ということで、なんで全然この話する予定もなかったんですけども、I'm telling you, I can just talk forever. はい。ということで、今日のゲストさんを紹介したいと思います。で、今日のね、ゲストの方、Oh my gosh. もう本当にね、沼というか壺にはまっちゃって、で何かっていうと、お名前、本当にお名前って大切だから、もっと私は本当にもうこれも後悔っていうかね、もうしっかりと練習をしていけばよかったね、その方のお名前を呼ぶの。今回だけじゃなくて、もう何回かそういうことを失敗してるので、ポッドキャストで。で、またこれもそうなんですけども、今日のね、ゲストは、いつみさんです。で、インスタグラムのアカウントは、いつみトークっていうね、アカウントでやっている、ライフコーチの方なんですけれども、いつみさんじゃなくて、私はいつみさんっていう風に言っちゃって、あ、これもしかしたらいつみさんじゃなくていつみさんかもと思って。そう。それでわざわざこう、だから名前を呼ぶときに、いつみさんって頭の中に言ってるんだけど、なんかどっちだかわかんなくなっちゃって、ちょっと名前をね、アクセントの部分がね、違うところが何回か出てきちゃって、本当にいつみさんごめんなさい。
Yes, okay. ということで、はい、今日はね、いやもうね、多分知ってる、ご存知の方も多いかもしれないんですけども、彼女の、Oh my gosh, the feed、本当にね、すっごく、もう彼女のワールドにこうのめり込む感じなんですけども、やっぱりすごい投稿発信されていることもすごくお勉強にもなりますし、やっぱ私もすごくなんだろうな、興味っていうか価値観というか、そのすごく似てるところがあったりとかして、一番私の好きなね、カンバセーションは、そのコーチに、そのライフコーチに見えないライフコーチっていうところでね、カンバセーションしたんですけども、まあそれがどういうことかとかね、すごい私はそこの、場所、そのカンバセーション私実は一番好きだったところなので、ぜひぜひ注目して聞いていてください。Okay, without a further ado, please enjoy my conversation with Itsumi.Itsumi-san, hello and welcome to Her Confidence, Her Way podcast. How are you doing? はい、ありがとうございます、恵美子さん。お招きいただきまして。ありがとうございます。はい、ちなみに、Itsumi-san、私そう、これもそうなんですけど、名前も Itsumi-san、それとも Itsumi-san。はい、Itsumi です。名字ではないので。Itsumi-san 、はい、Itsumi-san、そう、私もね、それもよく突っ込まれるんですよ。なんか名前のね、アクセントの操作場所が違うって言われて、Itsumi-san です。はい、Welcome、はい、Itsumi-san 、はい。はい、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあまずはじめに、多分私の実は結構フォロワーさんだったりで、なんか気づいたらいつみさんのアカウントすごいフォローしてる方がたくさんいたので、もしかしたらもうすでに知ってるっていう人がたくさんいるかもしれないんですけれども、はい、ぜひぜひ自己紹介お願いします。はい、いつみと申します。南カリフォルニアで、コーチングをしたり、あと本を作ったり、絵を描いたりね、子育てを主にしています。これぐらいで大丈夫です。大丈夫です。はい。私がすごく、いつみさんの、なんか惹かれたところ、なんか例えばね、今のポッドキャスト聞いてる方は、このビデオがわからないと思うんですけど、なんか、いつみさんワールドがありません？すごく。そうなんですかね。こだわりというか。言われるんですけど、自分であんまり自覚してないんですよね。うん、でもなんか私気づいたのが、指輪とかもすごい結構なんか、はい、何個つけてます？指輪。そう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 。自分で作ったりしてるんですよ。自分でなんかね、リスナーさんだと見れないんですけど。これとこれは作ります。何？骸骨みたいな顔のやつ。これはひよこです。本当すっとぼけです。私もね、さっきこんなオフレコのところで私天然入ってますって言われたけど、ちょっとね、かもしれない。エミさん天然疑惑が。いつからか、いや、すごいしっかりしてる子とかって言われてたんですけど、でもそうなんです、ね。ひよこ、なんか可愛らしいチャーミングなイメージです。私にとって。やばい。ちょっとでももう一回ちょっと見せてください。まあね、これ、ね、画面なんで。あ、本当だ、これ知ってます。バックスバーニー。そう、アメリカのね、カートゥーンのキャラクターです。カートゥーン、そうですね、はい、そうそうそう、なんかすごく、でお洋服のデザインとかもめちゃめちゃ、なんか私がそれ着たら似合わない。そうですか、うん、でもなんかいつみさんだから似合う。そうなんですかね。うん、そうそうそう、それプラスやっぱそのイラストレーションとかも結構ユニーク、はい、そういうなんか、うん、多分だからインスタグラムを見ていただくとすごくわかると思うんですけれども、はい、こういうなんかイラストレーションだったりとか、まあ、言葉だったりって、ね、発信すごく本当になんかいつもなんか毎日うんうんって見させていただいてるんですけど、どこからこうなんかインスピレーションを、はい、イラストは私は絵を描くのはもう子供の時からずっと好きで、うん、ね、白い紙があればとりあえず描いてたぐらい好きだったんですけど、昔日本でなんですけど、タトゥーショップで働いてまして、okay. で、そのタトゥーのアートっていうのがちょっと多分特殊なのかな、そういうのがとっても好きで、そこから、まあ、インスピレーションというかひらめきをもらってますね、未だに。なるほどね。
でもちょっとタトゥーアーティストからもまたここでそのコーチングっていうところにまた行きますけど、まさかタトゥーアーティストいや、タトゥーアーティストではなくて、あのショップで働いてる。ショップで働いてるやつですか。はい、でもね、その流れもすごい。なるほど、なるほど。で、実際にこのインスタグラムの発信とかも、はい、これなんか手書きみたいな感じですけど、すごい。すごく綺麗にて、私本当にチキンスクラッチやばいんですよ、ね、自分ですごい急いで書いて自分で読めないんですよ私。それはでも普段あの手帳とかはそうです。そんな感じですか。いやでもこれめっちゃすごい綺麗、なんか、うん、なんかやっぱ泉さんワールドが入ってると思うんですよね。すごい綺麗綺麗で、ハッシュタグマンライフ、あのなんだっけ、これってちなみにじゃあ手書きで書くときってなんかパッドみたいのを使ってこう書くんですか、どういうふうに。そうです、その iPad で書いてます、うん、へー、ペン使って。すごい、なるほどなるほど。それで私すごくなんか本当に素敵だなと思ったのが、あの Dear Girl、 これはなんか手帳というか本、そうですね、本ですね、うん、これはいつ頃ですか、つい最近。販売したのは去年かな、うん、去年、はい、まあでもまあ年末ぐらいかな、うんうんうん、でも本当に、まあ、つい最近ではないけどまだ新しい感じで、はい、そうですね、このデザインとかもめちゃめちゃやっぱなんかすごくユニークな感じで素敵だなと思ったんですけど。あ、そうですか、うん、ありがとうございます。この本とかちなみになんかなんだろう、どうしてこういうのを作ろうって思いました、作品を。これは、うん、私昔から多分ね20年ぐらい前からブログを書いてたんですけど、その後に、ジンって言われる小冊子みたいな、うん、自分で出版する小冊子みたいなものがあるんですけど、うん、それを、作ったりしてまして、うん、でそれも、出産とかね、うん、バタバタしてる時はやめてたんですけど、その産後、やっぱり余裕ができた時にまたブログを始めたんですね、うん、でその時に、その、まあ、需要はないだろうなって思ってたような話をいろいろ書いてたんですけど、哲学とかね好きなのでそういうことを書いてたんですけど、その中で、女性、いろんな女性たちからフィードバックをもらって、で、そういうね女性たちがいるっていうことにまずびっくりしたんですけど、でそういう女性たちが意見を交換できる場所っていうのって本当にないなと思って、で、Facebook のねグループを始めたんですよ、女性だけの、はい、でそこの中であの、ね、みんな意見を言い合ったり、うん、相談し合ったりとか、うん、で最終的には何かこう気の合った人たち同士で何か共同制作みたいなものもね将来できたらいいなと思って、だったんですけど、その中でやっぱり私が思ったのが、あのいろんなねあの素晴らしい意見を持ってる女性がたくさんいるので、それを一冊の方にねまとめたらいいんじゃないかなと思って2、3年ぐらい前に始めたプロジェクトなんですけど、うん、なのでそんなにやっぱ2、3年、そうで彼女たちがいなかったら多分私は本をそのね出すっていうこともなかっただろうし、うん、そのね、その皆さんのおかげなんですよ。なるほどなるほど。はい、これってこれ本当フルカラーでですね。フルカラーで、はい、フルカラーで本当に1ページ1ページすっごくなんかあの私ごめんなさい、ストーリーだけでみんながこうペラペラやってるのを、はい、頑張って見るぐらいなんですけれども、これはなんか書き込みができるようになってたりするページとかもあったりし、ね、あります。はい。うん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 。実際なんかこれもうちょっとこの本はい、それとも本ですよね。このこともうちょっとなんかぜひぜひなんか中身ってなんかちょっと教えていただける程度でいいので。待ってくださいね。うん。内容は、私は、そのワークシートのような、うん、セルフコーチがちょっとだけできるようなワークシートも少し入ってるんですけど、うんうんうん、やっぱりその女性として、生きていく中で、こう、よく、あのぶち当たる問題っていうのがやっぱり共通してあると思うんですね。その、でそのことを、どうやって、新しい視点をこう、うん、
何でしょう、受け取りながら自分の考えとね、こう検証しながら何が今からねよく使えるかどうかっていうのを、考えるきっかけになってくれたらいいなと思って、そういう美しさとか、体についてとか、あとは、母親との関係とかにもついてですね、とか、あと女性たちの連携の大切さとか、そう、死のことについても触れてます。その人生でね、かなり大事な女性としてね、大事だと思うことをいろいろ詰め込んでます。なるほど、なるほど、はい。で、これはちなみに2、3年かかったっていうふうにおっしゃってたんですけど、そうですね。その過程って、ね、もう今本があるからこう見てる人にとってはなんかはすごいってなんかね、ここにもう形ができてるけれども、やっぱそういう本当にゼロのものを形にするのってすぐに、まあ今の時代だから本当にやろうと思えばすぐにはできるけど、やっぱね、時間もかかるし、本当にこれはコラボレーションのエフォートっていうことなので、なんか途中で本当になんか諦めようかなとか思ったりとかしたりとか、なんか辛い壁にぶつかったとかってなんかあります？そうですね、そのもともとジンは作ってたので、あとね、プレッシャーがそんなにないタイプなんですよね。なので、あの、例えばよく言われたのが、本とか出して自分の意見が変わったらどうするのとか言われるんですけど、まあ、私は変わるのは当たり前だと思ってるので。で、この今できたものっていうのは今の自分の、結果なだけで、まあ、それは変わるべきであって、変わった方がね、成長するってことになると思うので、その辺のプレッシャーとかもないし、あと、そうですね、そのみんなに読まれたいとか、すごくなんか売れたいとか、そういうのが全くなくって自分が満足したいっていうことと、あと自分と同じような考え方で苦しんでる人がもしいたら、そのたった一人だけでもいいので、その人に届いたらいいなっていう形で作っていったので、ほぼプレッシャーなしで。本当にでも素晴らしい、本当に素敵です。これはちなみに、あれ、あの、どこからでも買える感じですかね、今。あの、まあ、はい、日本で取り扱いをしていただいている古着屋さんがあるんで、はい、まあ、日本の方はそちらの方から。古着屋さん、本当でもそんな感じ、はい、古着屋さんのなんか、なんで、あの、日本で私昔ちょっと名前が出てこない、めっちゃなんか古着、原宿とかに行く絶対ある古着屋さんの名前ちょっと忘れちゃったんですけど。はい。もうほとんどの日本、そう、忘れちゃった。なんか古着屋さんといったらなんかすごい有名な子なんとかってありません？私服にもあんまり気になるな。あ、じゃあ引っかかるな。ちょっとこれまた後で調べないと、はい、調べてください。なるほど、なるほど。じゃあその、そこのどこで扱ってるとかっていうのもここで紹介していただけます？あ、古着屋さん、東京の古着屋さんなんですけど、うん、ガーデンさんっていうところが、すごくね、可愛い古着屋さんなんですけど、うん、そこで取り扱いをさせてもらってます。ありがたいことに、海外の今もそれは、あの、行ったら買える感じですか？予約販売です。予約販売、なるほど、はい、送料がね、今すごい高いんですよ、特にコロナだし時間かかったりとかね。なるほど。で、まとめて、まとめて買ってもらってるので、送料が個人で買うよりはちょっとお安くなるっていう感じですね。なるほど。で、はい、海外に住んでる方だとどうですか？はサイトから買えます。なるほど、サイトで。はい、なるほど、なるほど。ありがとうございます。で、私本当に初めに、あの、いつみさんのインスタグラムなんか、いつみさん？いつみさんです。どっちでもいい。でもハマるわ。いつみさん、今ね、でも自分ですっごい。どっちでも大丈夫。めちゃめちゃ気にして言ったら逆だった。いつみさん。どっちでも大丈夫。おおまいがしゃったみ。いつみさん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 。Oh my gosh, I'm sorry。いつみさんの、あの、
アカウントを初めて見たときに、私、はい、ライフコーチって書いてあってて、めちゃめちゃライフコーチ系じゃないライフコーチってすごい思ったんですね。うんうん、そうですよね。うん、すごく、多分ね、ライフコーチって言うと、なんか、違う感じのイメージ。まあ別にね、固定観念に入れようと私全然してないけれども、なんか気づかなく、なんか逆に気づかなかったっていうか、まあもちろんね、バイオのところに書いてあるからなんですけど、でもこれ、わかんない。インスタグラムとかにサイエンティストって書いてあって。そうそうそう。そう。だからなんかね、やっぱめ、すごくそのなんか、いつ、いつみさんの、なんかね、ワールド、すごいワールド、私めっちゃ引き込まれちゃって。ありがたいです。うん。で、やっぱでもコンテンツとかっていうのも本当なんかね、先ほど哲学が好きっていうふうにおっしゃって、うん、うん、いらっしゃったんですけれども、すごい、お勉強になるというか、あ、そうですか。読んでいて、まあ私も本当に、コーチ、ね、今も、まあビジネスってやってるけれども、私は本当にやっぱマインドセットだったり、うん、まあ、元の仕事が、やっぱ、マネージャーとしてリーダーシップのポジションって、はい、コーチングをやっていたので、まあね、キャリアのコーチだったりとかっていうのはやってたんですけれども、これ、このなんか、どうしてって言ったらおかしいけど、このブランド、うん、いつみブランドすごくめちゃめちゃ上手だなと思ってるんですけど、なんかこう意図的にこうなんて言うんだろう、やってることっていうか気にしてることというか、なんだろう、あります？そうですね、多分ないんですよね。数なんですよね。そう、数なので、逆に私はそのいわゆるそのエミさんがこうおっしゃってられるあのコーチ、いわゆるコーチらしいコーチっていうのが、うんうんうん、私はできないんですよ。やろうと思ってもできないので。うんうん、でもすごいその気持ち分かります。私も受講生でやっぱ自分をコーチって名乗りたくないっていう人結構いたんですね。いや、いるでしょうね。私もそうです。私もそうなんです。私もまさにその一人で、うん、でなんかちょっとこれぶっちゃけ言っちゃうけど、なんか他のコーチみたいと同じにされたくないっていうふうに、うん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 、言って、だからなんかその辺多分そうなのかなと思って。そう、さん、うん、逆に私はできない。やろうと思ってもやっぱりうまくできないので、うん、そうですね、やっぱりその自分の持ってるものでしか戦えないじゃないですか、うん、結局、うん、でもそれすごいフリー、ね、うん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 、なのでそのやっぱりこう無理してこうなるべきって思わずに、その自分の持ってるものをまず理解してこうね、表に出していくしかできないので、うん、それでいいんじゃないかなと思います。うん、いやすごい、本当にそれがいいですよね。それがすごくいいです、うん、そうだから個性がね、みんないろいろ違うので、うん、こう、うん、クライアントさんも選びやすいじゃないですか。確かに、やっぱりいろんなコーチがいた方がいろんな種類、本当にまさにそうですよね、うん、あ、すっごい、でも多分これ今聞いて、このポッドキャストを聞いているリスナーさんの方で今なんかすごい肩の荷が下りた人多分たくさんいると思います。本当ですか？うん、なんかそういうやっぱ肩にはまったそういうコーチにならなくて、私はそういう風になれない、私にはああいう人風にはできない、うんうん、っていうそこ、そう、うん、でもなぜか知らないけどやっぱわかんない、プレッシャーなのかわからないけど、でもそういう風にならなきゃみたいな、そう、ね、サンプルが少なくないですか？少ない、そう、多分それだと思うんですよ。うん、サンプルがたくさんあったらそういう人たちも減ると思うんですね。こう、うん、芯がないとか、うん、こうなれないって思う人も、うん、サンプルがたくさんあったらね、あ、自分はこっちに近いかなっていうので選べる可能性が大きくなるので、うんうんうん、やっぱりサンプルが多いって大事だなと思います、うん、あ、すごい、イエスイエスイエス、本当にそう思います。いや、それでじゃあ、その実際に、まあ今ね、そのライフコーチっていうとこちょっとお話しさせていただきたいんですけど、本当にね、はい、毎日読むだけでこうね、人生、本当に人生のためになる、本当になんかヒントのところがすごく出てくるんですけど、実際にこのセルフコーチングのところ、はい。うん。ね、コースみたいなのもお持ちだと思うんですけど、はい。どうしてセルフコーチング、しかも多分まだやっぱりセルフコーチングって何っていう人もいると思うので、まあ、ちょっとそこのセルフコーチングって何っていうところから、どうしてね、そのセルフコーチングが大切かとか、はい、今やっていることとか、ぜひぜひ教えてください。はい、まあコーチングをしていて、そのクライアントさん
とお話しして言ってる間にやっぱり、うん、あのコーチングの、なんて言うんでしょう、効果をもっとね、うん、大きくしたいなって思い始めたんですね、はい、でその前、そのために何ができるかって言ったら、そのセルフコーチングとしてある程度のね、コーチングの知識を入れていただく、あと自分との向き合い方だったりとか、そのね、自分の価値観がどういうものかとか、あと他人との境界線の引き方とか、問題の解決の仕方、うん、ゴールの設定の仕方、これ全部コーチングでやるんですけど、ある程度、そういう知識をセルフコーチングとして入れて いただくことによって、そのコーチングの効果が上がると思うんですね、うん、であの自分を掘り下げるっていうのはコーチングでもするんですけど、そのセルフコーチングをしていただく、セルフコーチングっていうのはあの自分でね、自分の価値観だったりとか、うん、ね、感情との付き合い方とか、うんうん、そういうことを、自問自答、うまい質問を自分にかけていくっていうことなんですけど、うん、それをしていただくことによって、コーチングのね効果がかなり上がって、行動に移すような、うん、行動に移すときも実感がかなり短縮されると思うんですね。なので、セルフコーチングを、やってもらおうとコースを作ったんですけど、うんうん、はい、この本、はい、今ねちょっとちらっと持ってて、ね、私も、うん、見てるんですけど、これも自分でこうデザインされてな、はい、そうです、ね、ペンとか一緒に、そうです、とかユカペスみたいなやつとかね、やっぱり、うん、いつみワールドがこうあって、素敵だなって思って。これも購入、エッチーでしたっけ、売ってたの。そうです。購入できます。うんうん、今も、はい。すごいなぁ。なんか私も、なんか、デジタルサービスとかは私、ビジネスやってできるんですけど、うんうん、はいはい、売る方がなんかやっぱり、で、娘がつい最近、いきなり夏になって、私、スライムビジネスやるとか言い始めて、うんうん、でスライムビジネス始めたのはいいんだけど、いや、ローカルの人には売れるけど、なんかどっか他の人とかでどうやってやるんだろうとか言って、あ、だから最近なんかめちゃめちゃなんかお勉強するし始めて、そのなんか素晴らしいとか、売るのってどうやって、シップステーションどうやって使うかとか、なんかいろいろ学んでるんですけども、うん、かなり大事ですよ、ね、うん、人生の知恵もう全部 Google ユニバーシティでも全部 Google で調べてるんですけども、なるほど、うん、で、実際にそのなんだろう、あと いつみさん自体がコーチングに出会った時って何かあります？エピソードコーチング、ね、うん、私は、この話はちょっとあのまためんどくさいので長くなるので短いバージョンであれですけど、うんうんうん、あの出産してから、カウンセリング、ま、うん、あのマリージカウンセリングっていうのに行ったんですね、うんうんうん、そこであ心理学っていうのに興味を持ったんですよ。なるほど、はい。で心理学を勉強していったんですけど、うん、心理学のアプローチよりも、うん、コーチングのアプローチの方が私は好きだなと思って、うん、でそっからですね、うん、コーチングの、講習を受講して、うん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 、でそれもね、あの、まあ、ビジネスにしようかどうかっていうのも全然考えてなかったんですけど、その時はただ興味があるからっていうのででもそれが始まりですよね、やっぱり。そうそう、うんうん、だから私は割と悩まないタイプなんで、うん、でそのまあ夫ですよね、うん、なんでこういう人間になったんだろうなっていうのがすごい不思議でそのマリッジカウンセリングに行ったんですよ。なるほど。なんでこんな簡単なことをすごい複雑にしてるんだろうっていうのを知って、うん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 、で人間のその心理とか脳っていうのがそういう風にできてるんだっていうのを初めて知ってそう、それで心理学とかあと脳科学とかね、うん、生物学とかも割と好きになりましたね。うん、なるほどなるほど。いやー、あの本当にまだねリスナーさんの中で、あのこのインスタグラムのアカウント、いつみトーク、はい、ですよね、はい、フォローして、あでももうすごいたくさんねフォロワーさんがいるから、本当に多分リスナーさんの方はもしかしたらもう知ってるよコーチエミって言われるかもしれないけれども、本当に本当になんか
何なんだろう、なんか言い方っていうか伝え方もすごく上手だなと思って。本当ですか、うん、なんか作ってないっていうか、なんて言うんだろうな、スッと入ってくる。作れないんですよね、うん、でもすごい分かる。私なんかもっと作れないですよ、めっちゃそうすごくスッと入ってくるし、そう、私もなんかつい最近のやつもすごく好きだなと思って、恐怖心を持つってことで死を遠ざけることはない、恐怖心は生きることを遠ざけるっていう、はいはいはい、なんかうん、なんかさ、まあ、絵も面白い絵も本当に面白いんだけれどもやっぱりね、しかもこのなんだろう、 絵と言葉だけじゃなくてやっぱり読んでみるとすごくね、なんかのボディーガード、恐怖心を自分のボディーガードとして、うんうん、ってね、風に書いてあっても本当だよねって思って、なんか自分もそういうの分かってるけれども、なんか自分でやっぱ分かってるのと他人の人がちょっと違う風に言ってくれるのと、うん、結構なんか入り方とかも違うなって思って、はい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 、そう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 、そう、うん、例え話をね、入れた方が分かりやすいんじゃないかなと思って頑張って考えてます。ちなみに考えるときってなんかどういうふうにして考えてます？例えばね、もうこのポッドキャストを聞いてる人もやっぱりビジネスをやってる方もたくさんいるし、あとはサイドハッスラーとしてなんかこれからビジネスやりたいなっていうふうに考えてたりとか、ちょっと始めたばっかりでちょっとね、はい、迷子になってる人とかたくさんいて、やっぱり多くの人の中でやっぱ苦労してるのがそのなんか発信っていうところで、なんかコンテンツ、いや私はすごくいつみさんの正解いつみさんなんかさ、バズボタン欲しい、楽しく言った時はピンポンっていう何落としたんだっけ、すごい、あ、ちょっとコンテンツすごいなんか豊富だなと思ってるんですけど、そうそうそう、苦労する人すごくたくさんいるんですけど、なんかどういうふうにして、例えばなんか言葉とか降りてきます？それともなんか本とか読んで、なんかピンとくるのとか、なんかどういうふうにして、うん。そのお友達の会話とか、うん、本もそうですし、あと、今は、インスタで、そのね、アカウントの方で、たまにアンケートとかを取ったりするんですけど、そういう時の皆さんの意見とかを参考にして書いてます。なるほど、なるほど。本当にぜひぜひ、まだね、フォローっていうか見たことない人は、本当にぜひぜひ見てほしいなっていうふうに思ってます。また本当に絵が可愛くて。ありがとうございます。ちなみにどのくらいかかります？この声の作るのに。すぐできちゃいます？気によりますね。やっぱり長いやつだったら結構時間かかるんですけど、うん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 、短いやつだったらもうパパッとできます。それもスキルというかタレントですよね。いや、素晴らしい。もしもじゃあこのセルフコーチングとかっていうのもやっていて、はい、多分本当に多分日本とかって本当つい最近だと思いません？このコーチングっていうコンセプトが入ってきたの。そう思います。うん。なので、ね、ぜひ、こう、なんか、もし興味がある人いたら、こう、そうですね。うん。いつみワールドに入っていった方は、なんか、ね、どういうことをやっているかっていうのを、ぜひ、こう、教えていただけたら嬉しいなと思って。どういうこと？あ、ごめんなさい。うん、セルフコーチングのプログラムがあるっていうふうに言ってましたね。コース、ごめんなさい、プログラムで。セルフコーチング、そうですね、このワークブック、と、動画、私が書いてる動画と、あとは、月に1回のその質疑応答のライブとか、そこでおすすめの本の紹介とかもしてるんですけど、ライブへの参加っていうのができるコースになってます。うんうんうん、はい、で、その本というか、今このノートもコースに入ると、はい、送ります。はい、わざわざはるばるカリフォルニアからやってくるっていう感じなんですね。はい、なるほど。2週間ぐらいかかります。そうですよね。かかりますよね。はい、なるほど、なるほど。ありがとうございます。わー、すごいな、この物販。私もすごくこう目指したいとこなので。でもやってるんですよね。フィジカル。そのものではない。プログラムとかはそうそうあるけど、はいはい、もののなんかってすごくいいなって思っていて。そう、でもまだいいなのレベルだから、まだやるって決心してないから、ね、決心してないから、
Well, yeah, because yeah, it's not happening because I haven't decided. So, 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 やるって決めないといけないんだけど、これはいいなって言ったらね、来るわけないの。分かってる。I know this. そう、はい、ということで、じゃあ私もっともっと、うん、いつみさんの、いつみさん、いつみさん、ありがとうございます。あのことについて、あのもっと聞きたいので、Her Confidence Hawaii のね、パワークエスチョン聞かせていただきます。Are you ready?はい。Okay, let's go. はじめに、いつみさんにとって、自信って何ですか？なんかね、投稿でもね、自信のことをお話しされてたけど、自信って何ですか？そして、はい、どのようにして自分を信じてあげていますか？私は自信は報酬だと思ってます。ね、仕事をする前に報酬ってもらえないじゃないですか。はい、皆さん知ってるじゃないですか。Oh my gosh. だけど、何かをやる前に、自信をな、自信がないっていうのは当たり前、それと同じで当たり前だと思うんですね。で、何かをやった、その過程というか経過の報酬として初めてついてくるものだと思ってるんですね、自信は。で、結果への報酬じゃなくて、その過程への報酬ですよね。で、逆にやらないと、その自信、報酬をもらえないし、やってもやっぱり結果だけを求めてるんだったら、その自信は得られないですよね。うんすごい。うん。はい。あと、自信ってね、すごいみんな、ね、特別ですごくなんか、大層なものだと思ってるね、人って結構いると思うんですけど、私は、あんまりね、自信がないといけないっていう、そういう概念がなくって、ね、普通に日本的な、私もね、日本的な価値観の中、まあ、合わないなっていうこともありながら生きてこられたし、ね、あと受験とか、就職活動とかね、仕事とか結婚とか、出産、あと病気とかね、いろいろやってたら、人と比べてその優れてるっていう、優越感に近い自信。じゃなくって、その普通にナチュラルな、まあ自分でもどうにかなるかなっていうぐらいの自信はつくし、それで十分じゃないかなと思ったりしますね。本当にすごいわかります。私も。なんか、いや、まだ全然自信ないからやらないみたいなね、そういう方たくさんいるけど、いや、自信、私自信ゼロっていうかもうマイナスから始まったけどって本当に言ってるくらいなので、多分エミさんも自信があるように見られるタイプですよね。めっちゃ言われますよ、そんなあったんですかね。いやそうだからこそ皆さんの気持ち分かりますみたいな。そう、そんなになんか特別なことじゃなくてね、普通にナチュラルにある自信だけで十分じゃないのかな、本当にもう本当にイナフですよ。でも私もすごく思います。しかもなんか、自信があるからといって、じゃあ、なんか不安にならないかとか、なんか自信があるからといって絶対成功するかといったら、またそれも別に、なんか自信ってそういうのにつながらない。関係ないですもん。関係ない、もうそう、本当関係ない。だからその報酬ってね、誰もそういうの言った、例えで出して、例えに出したことはない。日本語おかしいぞ。例えてくれた人ね、誰もいないけど、でも本当にまさにそれ分かりやすいと思います。あ、そうです。うん、そうですね。私はずっとそう思ってます。ああ、そう、グッド。Thank you, thank you. で、今度じゃあパッションについてなんですけど。パッションっていうのは、私が、そうパッションを持ってることですか？うん、そうです。うん。いつみさんにとってのパッションって何ですか？じゃあ私の場合は、その子供が、自由にのびのび育つ社会ですね、そこをゴールにしてますね。で、子供にアプローチしてもいいんですけど、やっぱり家庭、子供にとって家庭とかお母さんってすごい重要な存在じゃないですか、お母さんの思考とかお母さんの行動とかがすごく子供に影響を与えるので、私はそのお母さんとか、将来お母さんになるであろう女性、若い女性とかへのアプローチをいろいろ考えてやってますね。いや、もう本当に私たちの世代とか、その次世代の人が変わらない、変わるって言い方したらちょっとおかしいけれども、やっぱりね、もうずっとなんて言うんだろう、こう考え、固定観念みたいなのを一緒に引っ張ってきちゃってるから、
そこをこう本当にこうブレイクするというかね、解放してあげないと、また次の世代に、また次の世代にともつながって、そう、もうすっごいわかります。私もなんか子供と二人で私喧嘩してますからね、なんか言い合い、もう何か。もう声出なくても怒鳴りすぎちゃったりとかして、そんなにこんなことやってるから子供も怒鳴るよねとか思って、本当にもうね、やばいです。もうハズバンドにも本当に言われましたもん、なんかもうちょっと一回さ、だからその怒鳴るのやめようとか言って、うん、気づいてない、気づいてないんですよ、自分でももう。まあ、怒鳴っちゃってる、ね、結果はあんまり変わらないのでね。それなんですよね。てか変わらないっていうか。悪くなっちゃうからやらない方が全然いいんだって分かってるんだけど、もうはい、成長、毎日成長です。たまにありますよ。いや、私たまにっていうか、もう本当にここ数日ドカン続きで、うん、ってことはなんかね、ちょっとね、やっぱね、自分を、はい、整えます。はい、整えます。Okay, next question. Limiting belief っていうところなんですけども、Limiting belief ってやっぱそのメンタルのブロック、やっぱ気づかなかったりっていうところでね、うん、勝手に制限してしまったりとか、うん、ブロックの多くも本当思い込みとかっていうことを意味しているんですけども、いつみさんにとって Limiting belief ってありますか？私は特にないんですよね。よし、選べ。多分珍しいタイプなんですよね。とりあえずまあどうにかなるでしょうという感じなので、うんうんうん、思いついたらすぐにやってしまう、うんうん、タイプなので、それは素晴らしい。計画性は逆にないんですよ。だからそこは学ばないといけない部分で、で、他のね、周りの女性たちからもやっぱり私が何か始めるたびに、よくすごいねとか、よくやれるねみたいなことをよく言われてたんですけど、それもね、心理学を勉強し始めて、そういう人たちが多いんだっていうことを学びました。みんな一緒じゃないですからね。みんなこのワールド住んでないですから、うんうんうん、で原因ってやっぱりその自分に制限をかけてしまう原因っていうのがやっぱり劣等感とか、うん、失敗に対する不安とかね、はい、恥かいたらどうしようっていう気持ちっていうのが制限をかける原因になると思うんですけど、うん、まあ、セルフコーチングでもいいし、うん、コーチをつけてもいいし、カウンセリングでもいいし、そういうプロの手を借りるっていうことがどんどん普通になっていったら、うん、ね、その誰かの期待するような人生じゃなくて、ちゃんと自由に自分の人生を、ね、進んでいくことができる女性たちが増えると思ってます。本当にまさに、本当に私も自分でコーチ、まあ、コーチって呼んでるって言ったら変な言い方だけど、私もまあ一応コーチとして仕事をしているけれども、やっぱ自分にもコーチがいるし、うんうん、でまた別のコーチをやってる人になんかコーチングとかしてもらって、いや、それ知ってるし分かってるよ、でもなんでできてないんだろう、あれってやっぱ戻っちゃう。そう、確認できますよね。そう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 、だから先ほどおっしゃった何、劣等感と恥と不安、恐怖、うん、そう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 、私もだからそこ本当に通ってきますもん、絶対そこにあるんだけど、それでも自分が そこをフォーカスするんじゃなくって、乗り越えて打ち破って、でもそこの行きたい自分っていうところにフォーカスをしてっていう風に、私はそういう風にして考えているんですけど、私だから通りますよ、思いっきりそこの通り道、しかも絶対寄り道しちゃう時とかもありますよ。そう、全然私は、ね、完璧な人間じゃないし、完璧も目指そうなんて全然してないし、完璧なんて、ね、私もね、ありえない、完璧じゃなくて欠落してるんですよ。そうそう、私も大失敗。いや、今もう本当に今日このトークでどのくらいなんかもう失敗してるかって感じだけど、まあまあ、これが私なんで。そうそうそう、そこが私なんで、もうすいません、はい、ありがとうございますね。だからね、やっぱそのプロの、ね、手を借りるっていうふうにおっしゃってたけれども、うんね、やっぱり自分ではできない、なんかそう、できないと思います。難しいですよね、頑張っても絶対難しい、できたとしても一瞬なんかなるほどって分かっても、そうだって自分の、ね、考えてることって自分の思考の中でしか出てこないので、その自分の思考の外側にあることって考えられないじゃないですか、う
で絶対その他人っていう要だと思います、うんうん、しかもすごい私あのこれ私のコーチに言われてあそうだなと思ったのがこうなんか2社、まあ、2つの選択があって今までやってる方法 で、うん、でもやりたいこの結果とか出したい、まあ、結果というか何かやりたいことがあるとしますよね、うん、でここに今までの方法の B A, A っていうのと、まあ、コーチを使ってでも誰何でもいいけど別の、ね、違うやり方の方法 B があってで明らかにこっちやっても絶対そこの結果にいかないいけないの分かってるけど私たち人間ってどうしてもやっぱ A を選んでしまうって言って それ聞いた時になんかあハローみたいなそう普通なんですねそれがね人間の脳の働きとして、うん、そうロジックでねこうなんかロジックでも今までそうだからいやもう一回もうちょっと押してダメで押してダメで押してダメでもいやそれでも押してみようみたいなそうでなんでダメなんだろうでそこで多分私たちはやっぱどうせ私なんか ダメだったんだっていうそのうんなるほどね言っちゃうと思うんですよね結構もちろんみんながみんなそうじゃないと思うけどそれであなんかやっぱり頑張ってもダメだったからダメだったっていうふうに考える人とかも結構、うんうんうん、いると思うんですよねはいはい Oh my gosh Yeah I love it Okay so でじゃあ今度はそのね今リミットリミティングビリーフっていうところで制限っていうところをお話ししたんですけども、はい、もしも本当になんか制限のない人生だとしたらどうですか泉さんにとってどんな制限なしのライフってどんなライフもうすでに生きてるかもしれないけどどんなライフですか国を買いますねOh my gosh 国あでも言ってましたよねさっきあのパッションのところでこう自由に子供がね、うんうん、だから国ごとそのものすごいね金額があってその買収できるんだったら、うん、その日本のね教育システムを変えたいと思いますね変えてくださいお願いしますだから実際そんなことできないじゃないですか私もねその何千年も生きるわけじゃないので今の人生でできることは何かって言ったら、うん、やっぱり今やってることにつながるので、うん、まあまあ満足はしてますね本当に今の努力がそう将来世代につながって、うん、そうそうそう、もう本当にそれはあります。いや、はい。カーベ、オッケー。じゃあ最後のクエスチョンなんですけれども、これからなんか何か始めたいなって思ってる方、またはね、こう出したい結果出したいなって、でもなかなかちょっと悩んでる、迷子状態になってる人、そうですね。うん、に何かアドバイスをお願いします。まあ、リセットボタンを片手に、うん、好きなことをやってみる。はいはいはい、生きてる間ってね生きてる限りリセットいつでもできると思ってたらかなりね挑戦しやすくなると思うんですよなのでね失敗したことなんか他人とか覚えてないしいちいち、うん、本当にわかりますなのでもう気軽に何か興味があること、うん、興味を持てることっていうのがね人生生きててそんなにないのでそれをもう本当に大事にして、うん始めてみて、ね、失敗したらリセットして、またやりたかったら始めたらいいだけなので、うんね、あとはそうですね、周りに素敵だなって思える人がたくさんいた方がいいと思うので、うん、やっぱりその自分の考えとか行動とかにすごく影響を、ねうん、受けるじゃないですか。はい、なので、その周りに自分の好きなことをやってる人を置いてみるっていうのはすごく大事だと思います。うんはい、ありがとうございます。先ほどおっしゃったなんか Facebook のグループあるっていうのは、そのグループもまだ今、はい、あります。ありますか？じゃあ、はい、はい、それともう一度あと Instagram のアカウントをぜひもう一度、チャーリスナーさんにお伝えください。はい、Facebook の、女性限定なんですけど、はい、まあ、トランスジェンダーの方でも全然 OK。うんうんうんね、女性って言ってもなんていうのこのインクルーシブというかこうね、うん、別に性別女性だったら全然入れますので、うんはい、そのグループの名前がブラックシープ英語でブラックシープですねやっぱ名前もそれかそこに来るかはみ出し物のグループうんうん、うん、わかりますいや、yeah, I love it ブラックシープはいですねはいだったらはい、はい、でインスタグラムが、はい、うんインスタグラムからでも入れるかなこのリンクツリーからね、はい、うん飛んだら行きますよね、はい、でインスタグラムがいつみあいつみトーク違うかそうですよねうんはいはあ
ありがとうございました。こちらこそありがとうございます、すごい楽しかったです。すごいもうどっぷり入っちゃいましたワールドにありがとうございます。Have a wonderful day。There you have it. I hope you had enjoyed my conversation with Itsumi. どうでしたか？ね、ごめんなさいね。名前が本当にもう沼にはまっちゃってもう抜けなくて申し訳ないんですけども。はい。それをもう何回も言うなって感じですよね。はい。OK, so move on. Yeah. で、まあ、本当にね、いろんな会話で、まあ、彼女は本当に心理学を勉強していたっていうことで、で、まあ、オフレコのとこでもね、こう、ちょろっとお話もさせてもらったんですけれども、やっぱり、なんだろうな、すごく、本当に考え方がすごく素敵な方で、で、本当にすごく自分個性っていうかね、自分がいくら頑張ったってできないんだから、うん、だったらね、自分を発揮できる方法でっていうのがね、私は本当に素敵だなと思って、うん、だから皆さんもそういう、なんだろうな、型にはまらない生き方、ね、彼女のあのコミュニティ、ブラックシープがね、コミュニティのお名前なんですけども、本当にやっぱ型にはまらない。で、そうすることによって、やっぱり他の方でリスナーさんだったりね、フォロワーさんだったりで、いや、なんかこういう人じゃなくって、こういう人でもなくって、なんかそういう人はいっぱい出てるけど、でも私ちょっとそういうコミュニティにははまらないんだよね、とか、私ちょっとこういう感じじゃなくって、なんかもうちょっと別の人探してるんだろうなって。うん、あのね、チョイス、選択がたくさんあるといいっていう風に彼女も言ってたんですけど、まさにその通りで、なんかこういうみんながこういう風にしてるから私もこういう風にしなきゃいけないとかっていうのは全然なくて、だからこれからね、今このポッドキャストを聞いてる方ってやっぱなんかビジネスやりたいな、またはね、やっているで、やっててもなんとなくこう合わない、うん、で多分おそらく何かこうすべき、何かこうしなきゃみたいな風に思ってる方もね、多分たくさんいると思うんですよね。なので私もすごくその辺葛藤がありました。なので、まあ、そのことについてはね、ちょっとここでまた話すとすごく長くなってしまうので、うん、でこれはね、どこかのところでまたお話しようかなっていうふうに思っています。なのでね、型にはまる必要はないし、なんかみんながこういうふうにやってるからそういうふうにやらなきゃいけないっていうのも全然ないので、はい、今日のね、このお話を聞いて少しでもなんかこうフリー、こうなんかロックされたケージの中にいる鳥がなんかもう本当にこう羽ばたいてパッて飛んでいくようなね、フィーリングがあったらいいなっていうふうに思います。Okay, so that is all for today. As I said, June 21st. ね、来週ですね、ビジネスマスタークラス始まります。で、これはね、どういう人が取ったらいいかっていうと、もう本当になんか全然まだやったことがないけれども、本当に心の中でなんかやりたいっていうふうに思っている人、またはもうすでにね、ビジネスやってるんだけども、じゃあ自己流でもう本当にもう迷子状態の方、まあ、特にね、おすすめです。で、やっぱりビジネスって結構基本なところがあって、いくらこうなんかビジネス自分で進んでやったとしても、やっぱりこう中身のところがスカスカだと成長していかないっていうところもありますので、なんか今の本当に結果に物足りなさを感じるとか、満足いってない方ですね。で、もしも自分の中で I am here for more っていうふうに思ってる方、 This is for you. Okay, I will be there. 5 days plus 2 days bonus. Okay, I'll be there 100% on fire. Alright. Remember, you are already enough. And the reason why I'm telling you this is because you need a reminder. You forget, because here's the thing, we are growing every day, right? We're growing every day. I hope you are. So that means every time you face challenge, that's because you're leveling up. Okay, you're leveling up. So even if you are facing some difficult times, that doesn't mean that you're failing or anything. It's just because you're growing, it is normal, it is natural that you hit on a wall and I don't know, face some difficulties, and it is okay. You just have to remember, you don't need to prove to anyone, or you don't have to have this perfect plan or anything. Just being you is enough. And even if you are struggling, that doesn't mean that you're not enough. That means that there's an opportunity for you to move on to the next level. So there's nothing that you need to be tough on yourself.
So instead of saying like, oh, see, I told you, like, this is the reason why I am not this or that. Just be kind to yourself. Just think that you're talking to your best friend. And you, I'm pretty sure you will never say anything really mean things to your girlfriends or even your daughter, right? So just treat yourself like the most important person. All right. Thank you so much for listening and have a wonderful day. Bye-bye.